はい、皆さんこんにちは、ワナリルウジです。では今回は信長の野望じゃないですね、UFO だけプレイ続けていきたいと思います。まずは国外の様子なんですけども、赤色のところが織田家、になります。信長が築いてきた、まさに信長帝国、織田幕府ですね。全国の大体8割ぐらいは、織田家の勢力圏内に入っているという状態です。で、一方朝鮮出兵の準備も前回着々と進めまして、すでに2万の兵を都会済みです。なので今回はこれをね、改善していきたいかなというふうに思っています。じゃあまず内政から見ていきましょう。一つはですね、制度、技術のアップデートができて、これは植民地主義にアップデートできるんですが、これを行うとちょっと画面見づらいんですが、133、金がかかると。で、一方朝鮮と戦争するにあたって金がかかるんで、一旦これは先延ばしします。先延ばしせざるを得ないかなというところですね。で、あと前回軍事技術のアップデートをかけたので、いくつかですね、アジア重兵はアップデートできないものの、騎馬武者を改革アジアステップ騎兵にアップデート、あとはガルバリン砲にアップデートができるので、これは先にやっておきます。こんなところかな。ではこれで時間を進めていきましょう。まずは朝鮮に対しては同盟を破棄、これで時間を進めます。もうしばらくすると戦線布告が可能な5月24日になるので、ここまで時間をバッと進めちゃいましょう。金もないしね、なかなかしんどいけど、とりあえず攻め込まれることを想定せずに要塞はすべて無効化しましょう。これで収支がどう改善するか、 1.32、 それでもなお 1.32。 では朝鮮に対しては戦線を布告していきます。これでどんだけマイナスになるかだな。安定度今プラス2、これがどうなるのかって話だな。一応戦勝点を早く回収したいので、そうだな、一番近いところ、北から攻め込むので一番近いところは元州をいただくというので進めましょうか。民は参戦してこないね。これが本当に重要ですからね。民に参戦されるとなかなかめんどくさいことになるんですけど、それがなければ大丈夫。では軍を進めます。で、まず2万、これを1万ずつに分けているので、それぞれ進行していきましょう。まだ足りないぐらいだよね、軍の数がね。3万ぐらい欲しいぐらいだからね。ちょっと待ってね。要塞の専門家がいるのであれば、これを確保しておきたいな。で、何が必要なの？特にはないか。であれば、要塞の防衛でとりあえず入れましょう。要塞無効化にしてるのであまり意味はないですけどね。あとは迫り来る国難。しまった。安定度を急いで回復させましょう。いや、マイナス3になるのか。マジか。これとりあえず、プラマイ0までは持ってこれたよね。で、あとは外交力も使って、戦争疲弊度も下げちゃいましょう。程度を何とかして下げたい。
ちょっと早く相模の戦い終結させて軍を解放しないといけないな。ではこれ2つに軍を割りましょう。ここも2つに軍を割って 5000×4 という部隊にしていきます。ここからはもう国取りだね。国取り、領土をいかに早くねじ上げるか。少しでも多く戦勝点を、まあ、信長というか織田家のね、パワーで取ってしまうっていうのが、まあ、確実性の高い領土獲得策にはなるので、まあ、これをいかに早く完遂させていくかというところですかね。よし、相模の方の反乱ようやく鎮圧できたね。じゃあ一方は秋江、一方は武蔵に合計2万の軍を展開しておきます。これで、まあ、国内で反乱が起きた場合に即時即応していくということをやっていきたいと思います。安定度はどうだろう。安定度上げたいな。安定度プラス1にするには128必要だね。まあ、それはそれでなかなかしんどいな。まあ、朝鮮を、まあ、ほぼほぼ抵抗なく蹂躙できているのでいいかな。反乱軍ぐらいかね。あと怖いのがだから国内で大規模な反乱が起きるとまたね面倒なことに、まあ、なっては来ちゃいますからね。まあ、戦勝点のは順調に獲得してきているものの、まだ画面の下に出てる 40% なんで、まあ、これを 100% にして確実に朝鮮を併合していきたい。で、朝鮮併合後は明との改正のを狙って、軍事力の強化を、まあ、滞りなく進めていくということになろうかと思います。
いくつかをかっぱらわれてる感じだな。そうすると続いてどこと回線するかっていう話になってくるね。まずはね、挑戦をしっかり言い切り従えるということが、まあ当然重要な内容にはなってくるんですけど、これで戦勝点が99、あとどこが取れてないんだ。99、100にしておきたいけど、まずはちょっと和平交渉に持ち込んでみますか。ま、すべての領土をよこせというのが大前提になるもの、一部は先を越されているところもあるので、まあ、大部分を割譲させるというのが重要かな。これで朝鮮が残っちゃうんだよね、きっとね。朝鮮は朝鮮として、まあ、再び出兵すればいいだけの話ではあるのでいいんですが、 OK だ、まあ、朝鮮半島の半分を、まあ、勢力圏内に入れたという状況になったと思うので、まあ、この後の戦略ですよね。まあもちろん国内の安定化を図りたいので、統治力を使って安定力を少し上げるというのはもちろん必要になってくることではあるんですけど、まあ、最終的にはやっぱり明との戦いに、まあ、備えていきたいというのがあるので、そのためにはな、朝鮮半島をやっぱり完全にものにしたいよね。朝鮮をもう一度攻める、まあ、これの時期というのは当然停戦を一方的に破棄しなきゃいけないので、まあ、それであればこの改正助直はそれなりにでかい規模があるけどな、改正助直を潰すというのはありだな。海戦陣営はないけど、モンゴルが敵側に参戦か。これはない。モンゴルと戦端を開くのは早すぎるわ。まあ、とりあえず安定度だけ高めましょう。今、プラマイゼロなので。あとは国内の安定化か。まあ大友と先端を開いてもいいかなという感じがするけどね。大友が我々との同盟を破棄してくるのであれば、過剰拡大言われてもね、残念ながら中核化できるところから出していく。
まあ全然ないんだけどね。で、あとは大友との戦争、優位性を示す。大友でしょ。あと薩摩は、薩摩、薩摩との戦争。畠山が敵に参戦ってことは、薩摩を潰せば畠山も一緒に潰せるということかな。であれば国内に一度軍を戻しましょう。朝鮮半島には1万の軍を残して、国内に3万の軍を展開して、薩摩、畠山を潰しにかかりましょうか。国内の統一、信長の悲願、これを成し遂げよう。そうすればあと長宗我部と上杉、安藤だけになるからね。まあ、金は相変わらずしんどいことになってるけど、軍事要塞は完全に無効化するすべてを。で、しばらく戦争予定もないので、どうしようかな。経済でもうちょっと減らす？もうちょっとでいいから、改正助直から軍事通行権の要求、これは拒否だ。お前はずっとそこにいろ、そういうことだよね。で、日向に1万の軍を展開して薩摩の5000を潰す。大友が何、軍事通行権を飲ませよう。うわ、飲まねえか。ってことは大友を先に潰すしかないのかな。確認します。大友と戦争になった場合、誰も何もないね。であれば大友を潰して大友の領地に侵攻できるようにしちゃいましょう。そうすれば薩摩へのルートがあった。ここで陸奥で反乱、武蔵に展開していた兵を一度下げてるから、くっそ、やってくれるな。これは反乱を鎮圧せざるを得ないので鎮圧軍を出します。ちょっと待ってね、薩摩と何、大友が戦争を始めてんだ勝手に。くっそ、どいつもこいつも好き勝手やってしょうがない。ちょっと早いタイミングですが、大友に対して戦線を我々も布告していきます。安定度がマイナス3、安定度がマイナス3ですか。いい、陸奥が取られるな、反乱軍。まあしょうがないね。どうせだったら、いやー、島津と参戦するとな、今畠山を抑える兵力がないので、これはちょっとやめましょう。戦争疲弊度が高い言われてもね。まあちょっとじゃあ外交力使って疲弊度下げておきましょう。国内の統一戦のためには仕方がないこととはいえ、
これで、まあ、兵力もお金も多少余裕はあるので、新たに、まあ、軍を増強してもいいと言えばいいんだけどね。このままいけば大友軍5000が薩摩を攻めて、薩摩が大友の領地になれば、そのまま兵1万送り込んで潰せなくはないのかな。そうすればあと畠山だけになりますからね、勢力が。さて、そしたらこのまま一度薩摩との戦争に踏み切るか。薩摩がただ今包囲戦展開されて戦争ができる状態ではない。で、畠山戦争した場合、ああ、まずは安定度をマイナス2まで持っていかないとそもそも戦争が仕掛けられないね。はね、全領土を差し出せば、まあ、見逃すというか許してあげるんだけど、そこがどういう内容になるかだよね。うわ、展覧会どこで？丹後か、また遠いところだな。丹後にはじゃあ兵1万を出しましょう。いや、反乱軍の規模がさ、もう 1万っていうのが普通になってるからね。お、大友はこれで滅んだな。事実上。領土を持たない、この放浪軍になってるからね、この大友は。今。この薩摩が取れなかった場合。で、薩摩を潰すために大友軍がどうなるかですが、畠山と先端を開いて、畠山を潰して、長宗我部上杉、安藤の残りの軍になるかな。で、丹後の方は一式。くそ、一式目。反乱をどんどん鎮圧していくってもう面倒だからね。安定度を常に高めておくには、やっぱり統治力をブーストかけてでも欲しいよね。常々。で、金の方は、マイナス 0.11。はい。では、朝鮮の、まあ、半分、取って、国内の統一戦も進めてという状況ですね。今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思うんですが、次回は、そうだな、まあ、国内は薩摩、長宗我部、畠山、上杉、安藤、残ったこの5つの大名家を潰して、日本をね、信長、織田家一色に染め上げた上で、朝鮮と再び開戦、もしくは、改正徐直との開戦。ただこの場合ね、残念ながら、モンゴルとの戦争に発展するので、それは絶対に避けたいと考えた場合、ちょっと違う何かを模索しなきゃいけないな。モンゴルと民でしょ？モンゴルと民。まあ、もしやるんだったら先にモンゴルを民と一緒に叩いて、
その上で、モンゴルの領土の大半を奪い取った後に、明との戦争に発展させるっていう方が、まあ、現実的ですかね。モンゴルを明と一緒になって叩いておいて、後から明を裏切るっていうね。まあ、なんとも安定度が下がりそうな、そういう戦い方になりそうですけど、まあ、ちょっとそういうのを模索していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。